風にそよぐ足は、石川達造の小説、また、それを原作とする1951年に、公開された日本映画。太平洋戦争前後を時代背景に、新評論社長、足沢雄平とその家族の苦難を中心に描く。東横映画の制作、東方配給により、前後編に分かれて公開され、1951年1月19日の前編が、 3月10日に後編が公開された白黒映画。英連のサイトでは前編を単に風にそよぐ足、後編は風にそよぐ足合いの終戦編とタイトルが変更されている。クレジットに記載はないが、奇形、和田美の恋に続く後の東映社長岡田茂の2作目のプロデュース作。岡田は1947年に東横映画に入社し、 京都撮影所に映画制作の進行係として所属していたが、本作は岡田が京都撮影所のスタッフを連れて、当時はまだ吉本工業などが所有していた東京練馬大泉の大野泉映画スタジオにから3ヶ月借りて作った映画で、東横映画が東映東京撮影所で制作した第一作。東横映画は自社所有の撮影所も配給網も持っておらず、後藤慶太が 大英の大株主になって、京都撮影所を大英から月額10万円で借りていた。また現在の東英東京を撮影所である、当時の大野泉映画スタジオは、東方や日活、東急、吉本工業などと共同出資していたため、撮影所の1日のレンタル料は20万円と、高額であった。東横映画は、廃棄を大英に委託したが、 大英は儲けをほとんど自社で抑えてしまい、東横映画には十分な金が入らず、制作に必要な経費も足りなくなった。困った東横映画の社長、黒川翔造が株式を長田正一にポツポツ手放し、大英は大英画会社に変貌した。後藤は当時公職追放のみで、東急その他すべての事業に直接関与することができなかった。聞け、わだつの声が、 爆発的ヒットを記録しながら、大英の配給で東横に、儲けが全然入らなかったことから、後藤は、大英とは縁を切り、いやいやながら、東方の小林十三と話をつけ、東方へ、月一本の配給を行うようになった。本作は、その第一作でもあり、日劇で封切られた。東横映画は、資金枯渇により、黒川肖造社長らが、町の氷菓子から金を借り、 負債は当時の金額で11億円、ザルそば一杯25円の時代、1989年頃の貨幣価値では数百億円以上に上っていた。親会社の投球自体にも重大な影響を及ぼしていた。当時の映画事業に融資をするような銀行はなく、東横映画は沈没寸前、パラマウント映画をもじり、払わんと映画などとからかわれた。 東方と縁ができたことで、岡田たちは東方から来ないかと誘われ、岡田と同じ巻きの三つの子分、つぼやたえが、お前どうすると相談に来たが、あんたの好きなようにせいと答えた。岡田は京都撮影所の親分でもあり、東横映画が潰れるのを見てみたいという気持ちがあり、引き抜きを断った。小暮道代の大ファンだった岡田は、 小暮の荻窪の自宅に日産出演交渉した。当時の小暮は人気の急上昇でギャラが高額になり各社の掛け持ち出演がマスコミや映画評論家から批判されていた。1973年9月、小暮の俳優生活35周年を記念した明治座特別記念公演の特別プログラムの関東に岡田は思えばあなたとのお付き合いは古く、 最初にお会いしたのは昭和25年、私が風にそよぐアッシュの担当プロデューサーとして、小木くぼのオタクに出演以来に日産した時だったと思います。スケジュールが重なる中での無理な願いを聞き入れていただいた時の喜び、そして徹夜徹夜の強行撮影今はもう23年も前になりましたが、ついこの間のような気がして、感無量ですと祝いの言葉を寄せた。 小暮も岡田に交換を持ち、1960年代以降は、東映出演が増えた。小暮は1951年の前半5ヶ月間に、自由学校、苦弱の園、の、砂の白欄に、本作前、後編の4本に出演した。鈴木田賢治をやっつける、情報部の証拠役は、岡田が、木村伊佐を口くどいた。半日で終わるからなどと何度も出演を頼んだが、いくら頼んでも、 出ると言ってくれず、仕方なく、岡田が俳優として映画初出演した。菅井金の映画デビュー作である。基本的な撮影は1950年の秋から暮れにかけて、岡田が京都からスタッフを連れて、大野泉映画スタジオで、スタッフ一同、俳優部屋の上に寝泊まりして制作した。先日のように、同撮影所を借りるためには、1日20万円を払わなければならないため、 経費節減が最重要課題で、毎朝朝飯を終えると岡田が、自転車で、武蔵野線を大泉学園駅に行き、砂原正久監督を自転車の荷台に乗せて、撮影所まで運搬した。砂原が太っていて岡田がケツ上げて自転車こいだ。その後は金策と、食料調達に追われる毎日。岡田は、東広島の実家から名手、貨物を持ち出し、米などに、 物々交換して、スタッフの胃袋を満たした。金も底をつき、レンタル料が払えなくなり、岡田は、東横映画の本社に乗り込み、金を要求したが、金は全然ないと突っぱねられた。仕方なく配給の東方本社に乗り込み、第1回の東方との提携、壊れるぞ。こっちは死ぬ思いでやってるんだと脅し、金をなんとか調達した。 しかし最終的にはやはり金が払えず、岡田の陣頭式により、スタッフ全員で夜逃げを観光、トラックで熱海まで逃げた。熱海で最後の撮影が行われたが、1日で取り上げ、スタッフ全員、満員の汽車の網棚の上に乗り、京都まで11時間かけて帰った。ようやく1950年の暮れに取り終えたと思ったら、スタジオでの最終日に撮ったフィルムの失敗が判明。 翌年の正月に再度そのシーンを撮り直すことになった。宇野重吉はギャラ見払いを理由に追加シーンの撮影を拒否。この後、小暮に不当たりが渡り、正月に小暮が現れず。小暮は東方の熱砂のシロランと掛け持ち中で熱海まで行くのは不可能。岡田がまた強烈な推しの一手で東方再度をくどき落とし、小暮に会いに行き、 手形の先延ばしを払う約束をして、小暮を熱海に連れて行って、岡田英二とのカットを取り終え、クランクアップした。撮影期間中、岡田がスタッフをねぎらい、一度だけ、スタッフ全員を吉原に連れて行った。岡田の母親は、息子が東横映画に入社と聞いて、ショックで寝込んでしまったほどで、息子が夜逃げをしたと聞いたら、ショック死するかもしれないと、この夜逃げエピソードは、 東映の歴史から抹消されている。岡田が生涯にわたり、交友を持った沢島忠だも撮影に参加し、岡田と沢島は本作からの付き合いが始まった。東横映画の撮影所は満州帰りの荒くれ者の集まりで、柄も歩く大学でも、ほとんどいない。監督志望の者もおらず、月形隆之介の紹介で、東横映画二助監督志望で入ってきた。 同志社大学卒の沢島とはすぐに仲良くなり、以降61年間、指定関係にあった。本作の後編が公開された、直後の1951年4月1日、東横映画、大野泉映画、東京映画配給の3社が合併して、資本金1億7000万円で、東映が発足した。大川博士は、後藤慶太からの社長就任要請にに、 か月間返事を保留したが、結局要請を受けた。東西の撮影所は、東映の自社所有になった。大川が最初に言ったのは、牧野光雄を東京本社に監禁したことだった。大川は、東映京都撮影所が、牧野の独立王国であることが、東映経営の最大の癌だった考えた。どんぶり勘定の活動屋に、制作の現場と、俳優行政を握られていたのでは、 体質改善はできない。このため、常務取締役映画制作本部長として、牧野を東映本社に引き上げさせた。しかし現場からゴ々と牧野復帰の声が上がった。映画制作は、ソロ版では割り切れないにやと撮影所が全員一致して、クーデターに立ち上がり、やむなく大川は牧野を東映京都所長に戻した。このクーデターの急先鋒だったのが、 岡田シュゲルで、この功績から、岡田は、入社4年目だった1951年11月、若干27歳して、京都撮影所制作課長として、現場実務の一切を掌握することになった。撮影所制作課長といえば撮影現場の葬式者。撮影現場のベテラン中のベテラン、50歳以上で、ないとできないと言われたポジションだったが、制作課で一番年下の岡田がついた。 岡田は年上の部下を前にして開校一番、現在の投影は大ピンチです。皆の力が必要です。私が上司になってこの野郎と思う人もいるかもしれません。嫌な人は今すぐ行ってください。すぐ部署を変えてもらいます。ただし、政策は私の方針でやらせてもらいます。と担当直入に自身の考えを話した。幸い反発するものもなく、 この年9月のサンフランシスココア条約締結により時代劇の配給制限の撤廃があり時代劇向きの婦人を揃えた東映は時代劇の量産に踏み切った大川社長の言命を受け岡田が東映のすべての映画の予算を握り徹底した予算主義を敷き撮影現場を仕切った岡田経理のプロ大川博と根っこからの活動や牧野光雄という 全く相反する個性の接着剤の役割を果たし、人頭式の切り込み隊長として、東映交流の原動力となった量産体制を築き上げ、時代劇の東映の地位を確固たるものにした。ありがとうございます。